誰かについて知るには、まず歩き方を見ると判断できます。速く自信を持って歩く人は姿勢が良く頭も上がっています。集中力があり問題解決能力が高いタイプの人です。頭を上げて肩を引き胸を張って歩く人は社交的です。このタイプの人は人と一緒に時間を過ごすのが好きで感謝されることを好みます。退屈しやすくいろんなことに挑戦するのも好きです。平均的な速さでリラックスして歩く人は気楽な性格をしています。落ち着いていて自分よりも他人を優先します。人に影響されやすいタイプでもあります。普通のスピードで自信を持って大股で歩く人は協力的で聞き上手です。誠意があり他人に少し依存的でもあります。ゆっくりと頭を下げて歩く人は内向的で恥ずかしがり屋な傾向があります。腕組みをしているなら傷つきやすく一人でいることを好むタイプでしょう。この情報を利用しましょう。仕事の会議などどこかに足を踏み入れるとき自信を持っているように見られたいなら自分のボディーランゲージに気をつけるんです。それを忘れないためにドアウェイテクニックを使うといいですよ。例えばドアをきっかけとして利用するんです。毎回ドアを通るとき自分のボディーランゲージに注意するように意識します。まっすぐと頭を上げられているか、その他にも細かいことに気をつけます。ドアを通るときは毎回これをやりましょう。そうすればドアがあなたにとって自然なきっかけとなり、通るたびに無意識に姿勢を正せるようになるのです。人を判断するコツに戻りましょう。その人の服装をよく見てください。あなたも他人もおそらく自分の趣味や気分に合っていない服は着ないですよね。カジュアルな服を着る人はおおらかで快適さを大事にし、誰かにいい印象を与えるよりも自分らしくいようとします。カラフルで模様のある服を着る人は服装で自分を表現するのが好きです。ロゴの入ったブランド物の服を着る人は自慢屋で自分のステータスを誇示したがります。仕事服を着ている人はワーカホリックで、主に仕事や仕事上の実績で自己評価をします。きちんとしたフォーマルな服を着る人は洗練されていてはっきり自己主張します。スポーティーな服を着る人は自信に満ちています。そして無彩色の服を着る人は内向的で注目されるのを好まず目立たないようにしがちです。靴の選び方でもわかることがあります。ある研究で被験者に誰かのブーツの写真を見せ、所有者の性格を言い表してもらいました。驚いたことに被験者の言ったことは結構当たっていたんです。履きやすい靴を履く人は感じがいい人です。新しくてコンディションのとてもいい靴を持っている人は依存が強く心配性です。アンクルブーツが好きな人は押しの強い性格です。バッグは持ち方に注意してください。体の前にくっつけるように持っている人は注意深くて恥ずかしがり屋です。次は握手の仕方です。握手は社会的な儀式というだけでなく、その人の第一印象を形作るものでもあります。手のひらを下に向けて相手の手の上で自分の手をさっとひっくり返すのは相手を支配する握手です。自分が優位だと示そうとしているのです。このタイプの人は他人をコントロールしようとし、誰かの意見を考慮に入れるのを好みません。少し厚かましい人もいます。手のひらを上に向け相手の手に覆われるのは反対に服従的な握手です。こういう握手をするのは自信がなく簡単に人に支配されるタイプの人です。他には相手の手をあまり握らないだらりとした握手もあります。一方通行で相手だけが握手しているような感じになります。この握手は弱さや無関心を表します。ダブルの握手もあります。両手を使ってする握手のことで、通常もう一方の手を相手の手の甲に置きます。このタイプの人は相手の支配を受け入れますが、話し合いに持っていくようにします。正直でオープンで相手が理解できるようじっくり説明したり、人と会話するのを好みます。ですがもう片方の手を相手の手の甲でなく上に置く場合、それは自己防衛を意味し、相手を信用していないことを示します。握手していない方の手で相手に触れる人もいます。握手をしながら空いている方の手で相手の背中や前腕などに触れるのです。
これはその人が誰かと一緒にいたいと思い、人とのコミュニケーションが足りていないことを意味します。次はアイコンタクトを見ていきましょう。人と話すとき、目に注目してみましょう。アイコンタクトを保つ人はオープンで、相手の言うことに興味を持ち、ちゃんと聞いています。たびたび視線を外す人は緊張していて、居心地悪く感じています。もしくはただ恥ずかしがり屋なのです。恥ずかしがり屋な人は、長いアイコンタクトは出過ぎたことのように感じ、することができません。瞬きの多い人は動揺しています。目を細めるのは相手を疑っていて、あまり信用していないからです。レストランやホテルのスタッフ、お店や飲食などサービス業の人への接し方を観察してみましょう。サービス業に携わる人は、お客に親切にせねばなりませんが、お客は親切を返す必要はありません。お客の方に力があるのです。ですので、その力があるとき、どう行動するか、よく注意してください。優しく接するでしょうか、それとも親切にする必要がないなら他人にひどい扱いをするでしょうか。力は人の本当の性格を明らかにします。あなたに対しては親切でも、レストランのウェイターに失礼な態度を取る人は信用に値しません。総合的に見て、礼儀正しさでその人の正体を見抜くことができるのです。お願いしますやありがとうという言葉を言うことができる人は、おそらくいい人で、思いやりがあり、他人に共感し尊重します。そして他人、特に社会的地位が自分より低い人に失礼な人は、特権意識が強く無礼な人です。面白いことに、その人に動物がどう反応するかということでも性格がわかるんですよ。動物は人を外見や考え方、学歴で判断しません。人間よりも騙されにくいのです。動物は感情、ボディーランゲージや顔の表情といった、コントロールするのが難しいことによって人を判断します。動物には第六感があるせいだと考える人もいます。いい人か悪い人かを嗅ぎ分けられるというのです。ですので、動物に好かれるのはいい人だからでしょう。読書の好みにも注意してみてください。古典が好きな人は他人に共感し、深く知ろうとします。ファンタジーが好きな人はかなりの空想家で、現実から、時にはこの世界自体から離れています。歴史小説が好きな人は完璧主義で、ごくごく細かいことにもよく注意しています。ホラー小説が好きな人は冒険心があり、アドレナリンがほとばしるようなことを求めています。いつもスマホをチェックしているのは、おそらく感情が不安定だからです。スマホを見ることで気分を上げようとしているのです。特に理由がなくても、いつも口論する人はナルシストで自己中心的です。ですが、理由があって言葉を丁寧に選んで口論するのは、建設的な議論が好きだからです。食べるのが早い人は不安感が強いからかもしれません。または映画のチケットを買ったけれど時間に遅れそうだからかも。また飲み物を飲む時の視線にも注目してください。コップの中を見る人は理想主義で内省的で、自分の気持ちや感情についてよく考えます。コップの外を見るのは多くの場合、外交的で気楽で人を信じやすく影響されやすい人です。飲み物を飲む時、目を閉じる人もいます。それは居心地が悪いか、じっと考え込んでいるからです。乾杯をするとき、グラスを高く上げる人は自己評価が高く、低く持つ人は現実よりも自分を過小評価しています。知的レベルの高い人は字が下手な傾向があります。ですので、同僚やその他、会ったばかりの人の書いたメモが読めないとき、すぐに判断しないで、天才なのかもしれませんからね。